い、どうも、こんにちは。すごい天気で、今日も今ね、いっぱい仕入れてきましたんで、ちょっとずつ、まだ少し高めですけども、まあね、そんなことも言ったら、秋終わっちゃうんで、どんどん行きますよ。今日はね、ベゴニアのラブミ、冬咲きのベゴニアですから、すごいね、持ちがいいです。これから春まで十分ね、楽しめますからね、ベゴニアの植えるタイプですね。ラブミですね。はい、ものすごい今日は品物いいですから、どうぞ。同じ、綺麗でしょ。はい。あ、じゃあ、はい、ごめんね。はい、ではでは、いよいよシクラメンの時期が本格的に、やっとね、東北の寒いところからのね、出荷がありましたので、やっぱり何が違うんですか、この葉っぱ。葉張りが、あの葉っぱの張りが全然違いますね。これが、どっちかというと今寒い国の方から入ってこないとなかなか持ちが良くないです。まず今年一発目のシクラメンです。味いいでしょ。はい、でこれを全部注文です。一回裏、何も言わないで言っちゃった俺。あれか、やべえ。はい、これ注文ね。なんかね、さっきのあれかやしとロベは、注文です。今かって感じなんですけど、なんかイベントがあるらしいです。これね、かっこいいでしょ。2メーターぐらいあるやつね。まだ入りますからね、注文。はい、先もじゃあ注文は一回中入れちゃってくださいね。はい、これがね、秋物の、苔玉になってます。こんな感じで8種類入ってきました。これはたまたま注文ですけど、店のもありますんで、あ、これもいいか。あ、これ店ね、苔玉です。秋の草花セットってやつですね。はい、枝玉です。はい、あとコニファーのちょっと大きめの五寸のポット、五寸ポットです。これもね、かなり重たいんで、ちょっと後で持ってます。持つ自信あるなら、ちょっとかなり重たいよ。で、たまたま注文ですけど、サルビアのアズレアという非常に珍しいタイプの、サルビアですね。アズレアさん。ね、宿根タイプで、宿根性で多年草。もう言うことないですね。一回植えれば結構長い間楽しめますよ。個数書いてあるんで注文です。はい、行きます。ウンベラータの、じゃあ八寸、ここのものすごいですからね、全然色がね黄色くならず、しっかり持ってくれます。ここの買っとけは間違いないです。こっちはまあいいか。とりあえずあとはインスタでちょっとよくね見上げてみます。はい、あとここのが、7号の、まあまあ普通のやつですね。ウンベラータ7号。ウンベラータ7号。ここの普通のお皿付きだよね。はい、これ一つ注文。これ見せる。あとこれもね、オーガスター。これも注文でーす。7号鉢で、まあ2500円かなぐらいかな。まあまあいいやつです。いや、今日こそ半袖でしたね。意外と暑いです。これも注文です。さあ、どっか行こうかな。さあ、さあ、唯一、ちょっとうちも、
利益度外視で今日は100円、ちょっと150円で売りたいとこだけど今日はいいです。サービス、はい、100円です。早もん勝ちです。これもこれ1回ぐらいも取ってください。14個取りますんで、注文で。これも金魚草、これもさっきのビオラとこれが唯一100円でできます。ただし半分もうなくなっちゃいます。注文で1回裏に持ってって半分取ります。はい、こんなメラコもね、桜草メラコも出てるんですけど、今日はこれごめんなさい、全部は注文です。なんで全部今日ごめんなさいね、ほとんど注文の残りがちょっと店に出るぐらいなんですよ。ちょっと植える時期が今なんで、皆さん公共施設とか公園、学校関係なんか植え込みが一斉に始まってて、まあ切り花もそうですけど、みるみるうちに昨日の入荷情報から消えていくんですよ。もう先取りされていく感じでした。よってセリが、ちご、セリが相対よりはるかに高かったです。まあ引いて相対して、まあそうなる予想でしたが、これもここね、取ります。まあ、そんな中で私もちょっと注文が多かったのと、あとやっぱりね、そうなることを予想して全部相対しております。でね、ものすごくいいものを安心して買えますので、これも注文。これも注文です。スイートアリッサムね、ものすごいいいですよね。揃ってます。もう揃ってるところ、まあ少しお値段高いですけど、もうキープしてるのが今の感じがいいと思います。これも注文です。さあ、店売りのヒューケラ、ようやくいいのがね、この配色がね、良くないとなかなか魅力がないですよね。こういうのが今日は出ておりました。っていうかね、いつもね、なくなっちゃいます。この味1個ね、こんな感じです。ものすごいいいですよ。電話です。さあ、いつも入れないアジュが意外とこのカラーリーフ、これが冬の間も持つし、春ねモリモリしてすごい良くなってきますんで、アジュがね、ちょっとちっちゃいですけど植えてもらうとモリモリ大きくなってきます。アジュがはい、一応小菊ってなってますけど、もうほとんどスプレーマムです。これね、洋風なオランダマムだと思っていただいて結構です。すごい可愛いですからね。1分におで、これも1ケースぐらいしか見せてな出ません。これ見せてです。あと注文でいっちゃうんで、あとガーデンかな。ガーデンも、300円ですけど、ものすごい悪いもので、こんなにいいのは300円で、すごい悪いものでも250円だったりするんで、だからこれ買っておいた方がいいと思います。これ買っておけば間違いないです。はい、置くとこあるない、あと出せんだったらもう1ケースだったら、これもこれが今ね一番いいです、間違いない。さっきのもいいんですけど、ここのはいつも相対で先取りしてなくなっちゃうところのやつなんで、こういうのを買っておいてください。これかさっきのやつ、300円クラスだったらうちの方がいいです。はい、コチョウランはどんどんなくなっております。今日は大手が全然ないので、なかなかこれが普通サイズのしか入っておりません。1万2000円です。店売りです。はい、ミディもう一つね、ミディです。はい、こちらがパープルですね。
けどうちモンキーポットがこの辺だと取り扱い店になっております。予約じゃないとなかなか手に入らないので、半月ぐらい前かな、今だったら半月ぐらい待ちです。欲しい方はご用、ね、ちょっとご連絡いただければ、半月後なら今からだったら大丈夫かなっていうところです。一回ちょっとね取り合わせて見てみないと分かんないんですけど、はい、こんな感じです。あ、これはあれじゃないですか。これは今日ちょっと学校関係の植え込みです。植え込みのやつちょっと下ろさないんですが、これ学校の植え込みなんです。ちょっと今日はこのまま車を回してきて、車を回してきて乗り換えさせるので、ちょっとこのまんまの荷下ろし、荷を下ろさないで、ここで一回止めておきます。今ね、本当にさっきも言いましたが、公共施設なり、公園、学校関係が、ちょっと植えたい、ね、植え替えたいっていうので、こういう注文をいただいております。これね、やっと、先取りで手に入れました。手入れだとなかなか揃わないので、持ってのご注文はこんな感じで今揃えております。明日の朝納品ですね。はい、ではでは、今日ねものすごいいい天気でます。ちょっと私も普通に汗をかいてしまいましたが、皆さん、ちょっとね店の方少し足りないかもしれませんが、徐々に増やしていきたいと思います。高いんで恐縮ですが、生産者もで揃わなくてね、うずうずしてるみたいですね。あ、それともう一つ情報は、やっぱりね、植え時の時にすごい暑かったから、植えるのを控えていたり遅らしたりしたんで、それでね出荷が遅れてるらしいです。別に全部後ろになってるんだよね。種まくっていうか、植えるのが遅いから出荷も遅いということらしいです。ではでは、なんでね、ちょっと顔出してくださいね、皆さんね。ちょっとブラブラ散歩がてら店に遊びに来てください。ではね、バイバーイ。